R136A3 とは、カジキザに位置する巨大星団である、R136 のウォルフライ衛星である。基地の星の中で最も大きな質量と高度を持つ R136A1 の付近に存在する。R136A3 は、質量が太陽の180倍、高度が太陽の380万倍であり、質量と高度は、恒星の中では最大級である。 正式名称は RMC136A3 であり、RMC とは、ラドクリフ天文問題の大マゼラン雲を調査するサーベイを意味する。そのサーベイによって、大マゼラン雲の中で光る天体が特定され、このうち最も明るい恒星の一つが RMC136 であった。現在、RMC136 は、一般に R136 と短縮して呼ばれ、 R136 はタランチュラ星雲の NGC2070 星団の中心部に位置する非常に年齢が小さい密集した三回星団であることが知られている。その後、中心に位置する天体が R136A と呼ばれるようになり、R136A が8つ以上の構成で構成されていることが判明すると、このうちの一つが R136A3 と呼ばれるようになった。 R136A3 はスペクトル分類によると、ウォルフライエ星に分類される。ウォルフライエ星のスペクトルでは、ヘリウムや窒素の寄線が見られ、外装を失っている進化した構成であるが、年齢は極めて若い。スペクトルにはまだ水素の寄線が見られ、構成表面には40%も残っていると分析されている。若い構成でも、 大気中のヘリウムや窒素が確認されるのは、中心核の質量が大きく、区のサイクルと呼ばれる核融合反応が激しいため、ヘリウムや窒素が生成され、対流により混合されたからである。スペクトルに気線が見られるのは、核融合による産物や莫大な高度を放ったために、かなり質量を損失したことを示している。ありがとうございます。